フリーさんにちょっと抵抗あるんだね、横あるね。ちょっと今のところハフリーさんちょっと気持ち悪いね。嫌いとかじゃない、嫌いとかじゃないけど、ちょっと気持ち悪い。ハンフリーを探すんだよ。ハンフリーさんを探しに行くんだ。あ、ハンフリーのお下がりみたいな紫のチョッキ着てるやん。ほら見ろ、ほら見ろ、お前が犯人じゃねえか、ほら見ろ。これは極上の女闘士だ。ハンフリー、お前ってやつは。そやつのエキス、絞り出してやろう。待って。ハンフリーよ、我に差し出すのだ。待って、ハンフリーってみんなのエキス飲んでたん？え、待って、気持ち悪くない？予選の直前でお主が飲んでいた。気持ち悪い。あれこそが闘士たちから絞り出されたエキスだったんだ。気持ち悪い。みんなのエキスをごくごくと、気持ち悪い、気持ち悪い、うん、どうしよう、ヨーコもハンフリーのことを直視できない。孤児院を守るためなら何だってするぜ。まあな。あ、目が開いた。この秘密を知られたからにはお前たちを生かしておくわけにはいかん。大丈夫。これ以上は使い物にならんか。所詮は軟弱な人間よ。その言い方はないだろう。仕方なかったんだ。俺のような三流闘士の化石では子供たちを養うことができなかった。ここは孤児院の真下にあたる場所でな、うん、ある日鐘が底をつき頭を悩ませていると、アラクラトロの声が聞こえてきたんだ。力が欲しくないか、欲しかったら我の元に来いと。力が欲しいか。仮面舞踏会で賞金を稼ぐために、俺は力を手に入れることにした。奴の道具になる道を選んだ。ろくでもない契約なのは分かっていた。だけど俺の育った場所、孤児院と子供たちを守るためにはこうするしか。なるほど。私はここの町長につてがあっての。孤児院については悪いようにはせん。なんとか手を打つよう働きかけてやる。だから安心して人生をやり直すがよい。ああ、お目目が開いている。すまない、本当にすまなかった。みんながね、ハンフリーさんのことを嫌いになれないというところはね、とてもよく理由がわかる。ちょっと待ってくれ。お、マスクの何。本来表彰式ってのは場が温まってる時にやるものだ。お客さんもこれじゃ盛り上がらない。いや、後ろ向いてみ、なんか相当盛り上がっているけど。そこで提案だが。はい。なあ、指さすなって。優勝賞品をかけてエキシビジョンマッチをやろうぜ。これでも後には引けなくなったな。なんてな。あ、びっくりした、気持ち悪い。エキスなんかには頼らない。正々堂々勝負するとしよう。分かった。行くぞ。勝っても負けても恨みっこなしだぜ。分かった。こいつ攻撃当てる気ない、もしかして。こいつもしかして？こい
いつもしかしてわざと、わざと良い子を勝たせた？こいつ。ソーバリー、ソーサー、ルーキー。ハンフリー、なんだか弱くないか？一体どうしちまったんだろう。お見事。エキスを飲まなかったら俺の実力なんてこんなもんだ。観客のみんなも分かっただろう。チャンピオンという名誉を受け取れるほど俺は実力もなければ立派な人間でもない。賞品はお前が受け取る方がふさわしい。お前たちのおかげで格闘家としての良心を取り戻せたような気がする。気づかせてくれてありがとな。ハンフリー、かっこよかったぞ。ハンフリー、今までいい試合を見せてくれてありがとな。あんな立派なチャンピオンだったぜ。ダメだ。前回大会の敗者ハーフリーに勝利し、仮面舞踏会のチャンピオンとなった勇者に贈られる称号。泣いてる？遅くね？あれ、弱い子ずっと泣いてるが。